者がアザールの後任としてクラクサ・ナリレビ様の教令院管理を補佐するよう俺を大賢者に推したんだ。しかし俺から断った。うえお前なんでだよ。向上心っていうやつがお前にはないのか。俺は六大賢者にすら興味がないんだ。言っただろ、俺はリーダーになるのが好きではない。そうなのか。じゃあここ最近は誰を賢者にするか決めるので忙しいのか。それは俺の仕事ではない。俺は新しい賢者が就任するまで院内における重大な事務などを代わりに処理している。リーダーになったら真っ先に妙論派の経費申請を断ってやる。そういえばさっきの人って誰なんだ。友達か。俺とあいつが友人に見えたか。知らないから聞いてるんだけど。あいつはカーベ、ルームメイトといったところだな。あいつのことは妙論派学者の代表と思えばいい。それこそあいつがよく苦労する理由だ。最近起きたことってスメール人にとっては天地を揺るがすようなことなんだな。何しろこれが書記官の仕事だからな。まあとにかくどんなに忙しくても計画の立案者なんだから、2日後は絶対に祝賀会に来いよ。いいだろう、その時にまた会おう。今の教令院において静かな場所は知恵の殿堂だけだ。そのためここにもう少しいようと思っていたが、カーベの奴がまた戻ってくるかもしれない。ち、話を蒸し返されるのも面倒だ。場所を変えるか。景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた
どこにいるんだろうな。その声、パイモン？え？久しぶりね。元気にしてた？ドリアガード！本当に久しぶりだな。私も元気にしてたよ。しかも生まれてから一番楽しいって言えるくらいね。もう聞いたかもしれないけど、マリン病が完全に消えて、患者も全員完治したの。彼らの耳の速さと交友の広さからして、大方もう聞いてるはずでしょう。そうだろ？ディシア！ああ、お嬢様の具合も良くなってきたから、外出に付き合ってるんだ。ディシア、どうしてまだお嬢様って呼んでるの？もうお父様に解約届は出したはずよね。もうお嬢様って呼び方に慣れちまいましてね。今さら変えられませんよ。え？ボディーガードを辞めたのか？ああ。いつまでも風舞家のボディーガードをやってたら、腕が鈍っちまうかもしれないからな。リシアも知っているでしょ？お父様とお母様は、あなたにすごく感謝しているって。それに、あなたをとても気に入っているのよ。ずっと我が家にいてくれても、何も問題はないのに。私を理解してるお嬢様ならなおさら、私がこれで心が揺れる人間じゃないってのは知ってるはずでしょ。この仕事を引き受けた時から考えてたんです。お嬢様の体が良くなったら、この仕事を辞めて広々とした果てのない世界に戻ろうと。ボディーガードを辞めた後は何をする気なんだ？それなりに刺激のある仕事を見つけて体を動かそうと思ってる。刺激のある仕事なら、つい先日やったばっかだろう。もう次のがやりたいのかよ。あんたたちとあの計画に参加してなかったら、こんな考えは持たなかっただろうな。もしかしたら、ああいう全力の命がけな戦いに、火をつけられちまったのかもしれない。あの感覚に、つくづく自分が傭兵だって思わされた。人の一生はそんな長くない。ああいった作戦に参加できたのは、すごく胸躍る出来事だった。だがこの件を通して、スメールにはまだ多くの問題が存在していることに気づかされた。私は砂漠の民として、今はまだ壁のこちら側の民にはなりきれていない。確か、ある方から、あなたに伝言があったわよね。アルハイゼンのことですか？あいつがあれを覚えてるなんて、最初は冗談かと思いましたよ。オイラたち、さっきまで教令院にいて、アルハイゼンに会ったばかりだぜ。なら、教令院に勤めるよう、アルハイゼンが私に勧めたのは、あいつから聞いたか？アザール本人と奴の同等が失脚したらしい。それで、今なら教令院で仕事を見つける絶好の機会だって、アルハイゼンが言っててな。もちろん、私にその気があることが前提だが。ディシアが学者になるのか？全く想像
容できないぜ。私もよ。でもリシアが学者の格好をしたらきっと綺麗だと思うわ。いやいや、勘弁してくれ。大方アルハイゼンは私が自分なりのスタイルを持っていて戦闘にも長けてるから教練員でやっていけると思ったんだろ。でももしリシアが志願しに行ったらマハマトラになるのをセノが認めてくれるかもな。だってリシアは強いし。マハマトラの仕事ならセノがいれば十分さ。私はやっぱり自由気ままな生活の方が合ってる。今のこの仕事を選んだのも私にぴったりだったからなんだ。たとえ傭兵が様々な危険に遭うとしても、獅子はいつか荒野に帰っていくものですよ。むしろお嬢様のボディーガードをやってたことの方が私からしたら想定外のことでした。とても寂しいけど、でもあなたの選択を尊重するわ。そう言っていただけて安心しました。そんな顔しないで。もう会えないわけでもないでしょ。ああ、送信の件が一段落してスメールも全てがいい方へ向かってる。私も嬉しいよ。だが平和で安定した世の中に傭兵はいらない。淘汰された時にはもう遅いんだ。今のうちにもう少し稼いどかないとな。おいおい、その感じだともうすぐにでも行くつもりなのか。いや、そういうわけじゃないぜ。来週まで付き合うってお嬢様に約束したしな。最近はずっとオルモス港にいたんだよな。じゃあニーローからの手紙は受け取ったか。あら、ニーローが私たちに手紙を。お前がオルモス港にいるって聞いて手紙をここに送ったらしいぞ。おそらく私たちが住んでる宿屋に送ったんだろうな。お嬢様は最近特に元気で、夜も私を連れてあっちこっち行ったりするんだ。宿に戻るのが遅くて、その時間は受付もこっそり寝ててな。ええ、朝も早い時間に出かけて夜中に店番してるお年寄りの方も居眠りをしてるから。要するに店の人がいつも寝てるってことか。手紙は受付にあるはずだ。後で確認してみるよ。やっぱり受け取ってなかったんだな。道理で返信がなかったわけだ。ニーローに頼まれて様子を見に来てよかったぜ。すまないな、わざわざ来てもらって。ニーローがわざわざ手紙をくれるなんてきっと大事なことなんじゃない。おう、グランドバザールで祝賀会をやるらしいぞ。それと同時にセノの大マハマトラ復職も祝うから、お前たちを招待したいんだってさ。そうなの、私絶対に行く。私も行こう。だがその宴に服装の要求とかはないよな。今の格好で大丈夫だろうか。ニーローだったらきっとそんなの気にしないわよ。彼女もきっとありのままの私たちに会いたいと思ってるはずだわ。それならこのままで大丈夫そうですね。二日後だからな、忘れるなよ。おう。宴のことを教えてくれて本当にありがとう。二日後にまたね。ああ、それとセノとラフガンがどこにいるか知らないか。大マハマトラは風のように現れ風のように去っていくからな。一般人じゃ彼の動向をつかめないだろう。だが前に会った時アール村に用事があるって言ってたぜ。運を頼りにそこへ行ってみるのもいいかもな。ラフマンの方は全く知らない。何かセノに相談することがあるって聞いたが、セノに会ったら聞いてみるといい。気にすんな、早く行くといい。おう、じゃあ次の目的地に向けて出発だ。感知してからは何もかもが違って見えるようになったの。以
前訪れたことがある場所も、今見ると、また別の感覚を覚えるのよ。ええ。健康は生活の基礎ですからね。以前も、それと似たような言葉をあなたから聞いたけど、今日になって、やっと完全に理解したわ。まだどこか行きたいところはありますか？私も時間がありますから、付き合いますよ。もし、私が砂漠に行きたいって言ったら？もちろんいいですよ。そこに行けば、ちょうど私の友達も紹介できます。ただ、まずは準備が必要かと。物資を整えてから出発しましょう。今すぐ荷物を準備して、二日後の宴が終わったら、砂漠を思いっきり堪能しましょう。はい。喜んで引き受けましょう。感知してからは。ええ。以前も。まだどこ、もちろんそこに。ええ。はい。どうしてここへ？体の調子もほとんど良くなったし、キナリからも外出許可が出たから外に来てるんだ。うん。ガンダルバー村の療養技術は相変わらず高い。うん。キナリの傷も結構回復したぜ。そうか。ならよかった。そうだな。あの時気を失ったオイラたちをお前がティナリのところまで運んでくれたんだよな。本当に助かったぜ。気にするな。彼は医術に優れ、コレイも気を配るのが得意だ。お前たちをあそこまで送るのが最良の選択だった。でもお前はなんでここで一人突っ立ってるんだ？人を待っている。キャンディスたちか？もうキャンディスと村長には話をしてやる。彼らはいつもの場所にいるから、会いたければそこに行くといい。俺が待っているのは、お前たちも知っているものだ。お、俺の友人が突如砂漠に現れるとは。
まさにキングデシェルト様の祝福。願わくば会いに来た原因が厄介ごとの頼みでないといいんだが。ラフマン、それと、え、セタレ？え、君たち私を知ってるの？その、ヒョレインで結構有名だったから。心配するな、この二人は俺たちの仲間だ。警戒しなくてもいい。そうなの。いいことがたくさん起こっていて悪くない。私もよ。なんだか最近いきなり人生に新たな可能性が生まれた気がするの。日々の生活まで光り輝いているような気がしてね。え、どうしてだ？セタレさんからどうぞ。え、では私から話すわね。実は教練院を離れることにしたの。え？学者を辞めたというより新たな役割を見つけたと言った方が正しいかな。これまでのような学者ではなく、でもこの立場を完全に捨てたわけでもない。確かにそんな感じだな。どういう意味だ？教練院を離れて砂漠地区に戻り、教育の仕事をしようと思うの。おお、先生になるのか。セタレさんはここに戻って教育事業をサポートしてくれることになったんだ。教育対象は砂漠の民さ。だが彼女一人じゃ全員に授業を行うことは難しい。そこで各地に分布してる俺たちエルマイト旅団に彼女が話を持ちかけ、この認識を全旅団に伝えるよう頼まれたってわけさ。ええ、エルマイト旅団の方々にはまず優秀な人材を選んでもらうつもりよ。その人たちに私が授業を行えば、彼らが学び終わった後により多くの人に教えることができるでしょ。それこそ教育、そして知識伝播の真髄よ。キングデシェルト様の民は今まで風車の苦難、流離の苦難、そして無知の苦難を受けてきた。だからこそ我々もセタレさんをとても歓迎してるんだ。彼女の訪れはまるで砂漠に現れた夜空の星さ。夜空の星は暗き夜に方向を見失ったキャラバンや盗賊、戦士と旅人を苦境から救い、安全地帯へと導く。そんな大げさな、なんだか照れるわ。いやいや、セタレさんはそのような称賛に値する人さ。我々傭兵は危険に慣れていて死をも恐れない。だからこそ賛美すべき物事についての判断は常人よりもはるかに把握しているんだ。セタレのその考えは多くの人にとっていい知らせとなるだろう。最初はうまくいかないかなと思ってたの。何しろ教練員は学者が勝手に砂漠で授業を行うことを禁止してるから。あなたたちも知ってると思うけど、知識は厳しく管理されていて、私のように幸運な人は砂漠の民でも極めて少ない。でもあの時聞こえた言葉がずっと心の底で渦を巻き、まるで雷のように私の心を打ち続けた。今のあなたは流砂に飲まれているのと同じ。たとえその両の目を閉じていても。セタレ、なぜ家に帰らない？あなたのいるべき砂漠はここではない。セタレさん、あの言葉が私の目を覚ましたの。それと同時に次に故郷に帰った時、必ずそこの人々に何かを届けないといけないって思ったわ。勇気を振り絞って大賢者様に会いに行ったけど、もう教練院にはいなかった。そこでセノさんからアザール様はもうあそこには属していないことを教えられたわ。アザールは叱るべき罰を受けた。少し軽すぎるほどだ。お前たちももう聞いてるはずだな。そして私が教練院を離れて砂漠地区に行く資格を取れるよう手伝ってくれたのがセノさんよ。その上エルマイト旅団との協力について話し合うため
ここまで同行してくれたの。セノさんとラフマンさんのおかげでこの計画を順調に進められるわ。みんな優しいんだな。このこと以外にも他の業務についてセノと相談することがあってな。クラクサナリデビ様は砂漠地区開拓のためにかなりの資源を用意してくれた。俺もその手伝いを少ししたが、中にはエルマイト旅団の協力が必要な部分もあったんだ。それから教練員にいくつか教育関連の物資を申請した。クラクサナリデビ様の指示通り砂漠にあるいくつかの部族に送るつもりだ。あそこの人々もきっと必要としているだろう。ああ、もちろんだ。形のある書籍、その他の関連用品、セノとクラクサナリデビがいなかったらこんなものを手に入れることはできなかっただろう。それ以外に教練員は砂漠地区で授業をしたい学者を募集している。何か情報があったらすぐに俺からラフマンとセタレに知らせよう。これらのことを続けていき、資源の維持を図り長期安定化させる必要がある。この何百年の間で初めて希望が訪れた。これはきっと砂漠の天気だと思ってる。あの言葉を覚えてるか。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡、賛美と王家に値する。砂漠の民から再びあの祭司のような知者が現れることを願ってる。かつて世を震撼させた英知と栄光を再び見たいのだ。それであなたたちも何か業務の話をしに来たの？いやいや、オイラたちはニーローの代わりに返事を聞きに来ただけなんだ。ニーローがみんなに手紙を送ったんだけど、ちゃんと届いたかわからないからその確認を頼まれてな。2日後にグランドバザールで祝賀会が開催されるから、みんなにも参加してほしいみたいだぞ。それにこれはセノの大マハマトラ復職の祝賀会でもあるんだ。でもお前の様子からしてもうすでに復職してるみたいだな。おいらてっきり祝賀会の後に教練員に戻るのかと思ったぜ。祝賀会？今日初めて聞いた。ひなりの言う通りだったな。やっぱり知らなかったぞ。セノ、お前のために開催する祝賀会なんだ。メインのお前は必ず参加しろよ。セノさんのそんな表情が見られるなんて珍しいわ。宴が好きじゃないの？好きとは言えないな。だが行こう。俺はまだここでやるべきことがたくさん残ってるんだ。それ以外にセタレさんが砂漠にいる間の安全を守る必要がある。遠慮しておこう。私もよ。でももし可能ならニーローさんにことづてを頼んでもいいかしら。こう伝えてちょうだい。今まであんな悪い態度をとってしまって本当にごめんなさい。あなたの踊る姿がどれほど美しいか今はもう完全に理解しているわ。まるで空に輝く光ね。あなたとあなたが象徴する芸術は美しいだけでなく、あまりにも驚異的で禁止されてしまうほどの生命力を持っている。これからもぜひ踊り続けて。いつか私も自分の目であなたの意義を見届けに行くから。全部覚えておいたぜ。これでここでの任務も終わったな。セノ、2日後は絶対に来いよ。ああ。そういえば最近は準備もすごく順調に進んでいてな。自分でも信じられないほどだ。こんないいことが本当に砂漠で起こるもんなのか？もちろんよ。たとえ自分の運を信じていなくても
私たちのようにそのために努力している人は信じるべきよ。ああ、ゆっくりとやっていこう。この先もまだ多くの段階が残ってる。嬉しいことを言ってくれる。遅かったじゃないか。ずっと忙しかったみたいね。ここであなたたちに会えて本当に嬉しいわ。でも遅刻はしてないはずだぞ。お前たちが早く着きすぎたんじゃないか。一番遅く来た人に今日のスピーチを任せるのはどうだろうか。今日はスピーチなんかないだろう。そうか、それならいい。早くこっちに来て、一緒に食べて飲んで楽しいことを話しましょう。悪くない。おいらもう我慢できないぞ。旅人、ここにうまいもんがたくさんあるぞ。聞いたスメールシティのみんなもいろいろとプレゼントしてくれたんだ。ここに来た人たちみんなスメールを救ってくれたあなたたちにお礼を言ってほしいって頼んでたよ。英雄って思われるのも嬉しいもんだな。この感覚なかなか悪くない。ボディーガードも英雄の仕事よ。リシアは元からすごいんだから。お嬢様は口がお上手ですね。ありがとうございます。嬉しいですよ。偉大な計画に参加した方々に会えて私も嬉しいわ。気にするな。今思い返すと、オイラたちってあんなすごいことをやってのけたんだな。本当に不思議だ。運と実力が半々といったところか。そうか。私の記憶だと最初は運が味方してくれずに成功率が低いとみんな思ってただろう。俺の記憶でもそうだな。偶然集うのも運、チームを組んだのも運、計画を定め順調に進んだのもなおのこと運によるものだ。それに結果から見れば状況もとても悪くないものだった。そうだね。
みんな大事な時に自分の役割をきちんとやり遂げてたもの。公演と同じように私たちは一人一人舞台に上がって最高のパフォーマンスをしたんだと思う。誰もが重要な存在だった。私たちみんなの力でパフォーマンスが無事に幕を閉じたんだよ。じゃあオイラたちも優秀な役者ってことか。クラクサナリデビ様が教練員の実権を握る立場にまた戻れて本当に良かったよ。そうね。たとえどれだけ見捨てられ冷遇されようとも、これでやっと戻ってこられたんだもの。ええ、クラクサナリデビ様はかつて災いの中で全ての力を使い果たし、過去の記憶と知恵をなくしたの。そのせいで教練員からも見捨てられ冷遇されていたのよ。これは誰もが知っているようなことだと思うけど、どうしてそんな驚いた表情を。私間違っていないわよね。ああ、間違ってない。はあ、ならよかった。どうかしたのか。そうだぞ、なんでそんな表情になってるんだよ。お前も知ってるのにわざわざ聞くなんて。そうだ、ここに関係者が二人いるが、これだけは言わせてもらうぜ。あの賢者たちは本当に身の程を知らない。500年前、クラクサナリデビが力を使い果たしたのはスメールの民のためだったんだぜ。それなのにあいつらは何をした。恩をあだで返すなんて、私らの世界では罰として手足を切り落とされるかもしれないことだ。そうだろ、セノ。俺が言うべきことではないかもしれないが、クラクサナリデビ様にあのような仕打ちをした奴らは今よりももっと重い罰を受けるべきだ。アザールとその一味にさらなる罰を与えたいと君からクラクサナリデビ様に進言したらどうだ。俺はクラクサナリデビ様の決定を尊重している。いかなる形でも干渉する気はない。お前こそどうして教練員の誘いに乗って大賢者になれなかった。まさか俺が賢者に向いているとでも言うつもりか。いや、ただ今のスメールにおいてお前が最も教練員を率いるのにふさわしい人物だと人事選考の担当者が言っていた。なんでだ。こいつがアザールを失脚させたからか。言い方を変えてくれるか。本来はいいことであるのに、それではまるで俺が自分の私欲のためにアザールを失脚させたようになっている。でも正直あんたがこの一件に加わったのは多かれ少なかれ市場が入ってたと私は思ってるぜ。市場は確かにあった。だが賢者の席とは無関係だ。国全体の規則がああいったものによって破壊されれば何もかもがおかしくなってしまう。俺はただ奴らの夢のせいで俺の生活を狂わされることを望んでいなかっただけだ。あんたの生活って書記官として教練員で仕事することか。ああ。え、それだけのために。オイラたちの仲間になってあんな大それた計画をやったのはそれだけのためだったのかよ。それだけで理由は十分なはずだ。個性的なのね。それほどでもない。そうだ、あんたはどうなんだ。もう大マハマトラに戻ったのか。ああ。毎日楽しく過ごせてる。どちらとも言えないな。だが今はやるべきことがたくさんある。たとえそうだとしてもできるだけ楽しい方がいいと思うよ。ほら、私みたいに毎日たくさん笑ってみるとか。へ、ありがとう。覚えておこう。お嬢様、
あっちのお肉がすごく美味しいですよ。もう食べましたか？ええ、それと果物も少し食べたけど、とても甘くて美味しかったわ。グランドバザールって本当に身も心も休まるいいところね。道理でみんなここにいるのが好きになるわけだわ。そうですね。あ、あんたも来たか。ニーローがあなたたちも呼んでくれて本当によかったわ。そのおかげで私も英雄の方々に会えたんだもの。おいおい、お二人さん、社交辞令はそこまでだ。パーッと食って飲もうじゃないか。宴はとことん楽しむべきだぜ。これほど賑やかな宴に来るのは滅多にないことだ。だが雰囲気は悪くない。いや、今日この集まりには特別な意味がある。グランドバザールが賑わっているのは、ここの人たちが心の底から嬉しいと感じているからだ。教令院の慌ただしさから来るものとはまるで違う。勉学しか頭にない奴らにこんな表情はできないさ。鍵を一つ多く持って出かけてしまったようだ。まあいい、構わん。ここは雰囲気も良く、食べ物もうまい。ああ、滅多にないが、悪くない。近頃は忙しくてな。そうでなかったら、お前たちを連れて回ることもできたんだが。仲間なんだ。気にすることはない。この宴は悪くない。気に入った。宴は楽しんでる？何か足りないところがあったら言ってね。すぐに改善するから。ならよかった。こんなにたくさんのすごい人が一堂に会するのは初めて見たよ。だから私も緊張してたんだ。ほら、一人一人それぞれの物語を持っているでしょ。それがみんなこうしてここに集まれるなんて、まるで童話みたいに不思議だね。今夜はいっぱい食べて楽しんでね。あなたに嬉しく思ってもらえたら、私もすごく嬉しいから。彼女にそう思ってもらえるなんて、とても光栄だよ。今度機会があったら、彼女を私の公園に誘いたいな。なんだか私、とても気分が良くなってきちゃった。ありがとう。おい、どうしたんだよ。頭がぐらぐら揺れてるけど。おいおい、こんなところで急に寝るなよ。オイラがもうちょっとうまいもんを探してきてやる。それを食べたらきっと目も覚めるぞ。もちろん本当だ。ちょっとここで待ってろよ。私のわがままのせいね。あなたと話がしたいと思っていたら、ついあなたと接続してしまっていたの。私たちの関係はまるで鶴草とその後ろにある壁みたい。本当に不思議だわ。今日グランドバザールで盛大な祝賀会が開かれてるって聞いたから見に来たくなってね、抜け出してきたの。
最近はあの件の後処理に追われてるから本当に時間がなくて。あなたには本当にたくさん助けてもらったけれど、もう一つだけお願いしたいの。私に代わってみんなにお礼を言ってもらえるかしら。このお願いは迷惑だったかしら。でも私がいきなり現れたらみんなかしこまってしまわないかしら。もし参加者の誰かを驚かせてしまって、せっかくの楽しい宴を台無しにしてしまったら、私の本意に反する結果になってしまうわ。その、少し考えさせて。わかったわ。決めたわ。自分でみんなに礼を言うのを勧めたのはあなたでしょ。だから少しあなたの体を借りることにしたわ。悪く思わないでちょうだい。ツルクサだって壁を伝ってより空に近い場所に行きたがるものだから。私よ。その声、ナヒーダ？なんだなんだ、どういうことだ。まさかグランドバザールでクラクサナリレビ様の意識と対話できるとは。面白い。これも宴の余興の一つか。いやいや、絶対違うの。あなたは本当にクラクサナリレビ様ですか。こんにちは、ニード。私のことを知ってるのですか？ええ、あなたたちのことは全員知っているわよ。ニード、アルハイゼン、セノ、ビシア、パイモン、それからドニアザード。クラクサナリデビ様。こうして勝手に旅人の体を借りたのは、直接みんなにお礼を言いたかったからよ。身の安全を顧みず、教令員、賢者、博士、残票、さらにはスメール全体をも敵に回すリスクを冒してまで、私を救ってくれて、本当にありがとう。もしも今回、あなたたちがいなかったら、もしも誰か一人でも欠けていたとしたら、私は、今よりもずっと大きな苦境に立たされていたでしょう。私だけでなく、スメール、そしてテイワット全土がさらに深刻な不幸に見舞われていたかもしれない。あなたたちのことを人々は神を救った英雄と呼んでいるけれど、私はその言葉がとても好きよ。あなたたちの身分を説明しているだけでなく、あなたたちと私の関係も記録しているもの。私の心からの感謝を、どうか受け取ってちょうだい。クラクサナリデビ様は、スメールのためにたくさんのことをしてくれました。それに比べて、私は、あなた様のために何かできたことなどありません。そんなこと言わないでください。ドニアザード、あなたの受けた病は、私のそばに付き添い、私のために祈ってくれた証よ。本当にありがとう。こんなにも仰々しくしていただく必要はありません。もとより、あなた様を守ることが俺の責務ですので。教令員と宗神様の関係は、元からこうあるべきだったものだ。
我々は当然のことを行い、間違いを正したまで。そうだな。神なのにそんな謙虚だなんて、そんなに気を使わなくてもいいと思うぜ。この計画に参加できて、私とても光栄です。あなたに捧げた踊りを気に入っていただけたら嬉しいです。ありがとう、みんな。本当に感謝しているわ。昨晩は本当に楽しかった。まるで今も水面の上を漂うろうそくのように、幸福と愉悦の中に浸っているようだわ。オイラたちもだぞ。それでお前と話がしたくて来たんだ。そう、何か知りたいことでもあるの？あの件以降、アーカー社は元のようには運行しなくなったわ。総合的に判断した結果、アーカー社を止めることにしたの。でも、これは決して悪いことではない。もともとアーカー社の運行は止めるつもりだったから。アーカー社によって知識を管理することは、もとより人々の好奇心を制限し、可能性を消し去ってしまう。これはスメールにとって、良くないと私は思うの。今はまだアーカー社を失ったことに違和感を覚える人々もいるわ。だけど、すぐに今の生活の方が良くて、彼らにとってふさわしいと気づけるはずよ。そして、スメールの今後についてだけど、私は再び教令院の実権を握ろうと思うの。元いた賢者はすでに受けるべき罰を受けた。そして、新たな賢者はまだ選出されていない。この件は、私が直々に監督するわ。新たな世代の六大賢者には、より学術の方面に長けていてほしいわね。今のスメールにはそういったリーダーが必要だから。それから、キング・デジェレトの民と砂漠区域の住民たちは、これまで長いこと不当な待遇を受けてきた。もうすでにこれについては対応を進めているわ。何を再建するにも時間は必要だけど、文化、友情、
信頼、これらすべてこの先きっと再び得られると思う。博士のせいであなたが眠った後、何が起こったのか知りたいのね。でも、形勢は劣っていたけれど、博士と対等の取引ができたの。あなたも覚えているでしょ？あなたの運命を変えた、天理を。事実、天理は500年前のカーン・ルイアの災い以降、今の今まで沈黙を保っている。だから、それを利用して博士を脅したの。もしも私が、この神の心を破壊すれば、天理を呼び覚ますかもしれないってね。ただの憶測に過ぎなかったけど、彼を抑えることに成功したわ。法則に関わるようなレベルの破壊を、天理も黙って見過ごすわけがないから。私が神の心で何を交換したかについてだけど、博士に対する罰、そして、知恵の神である私でさえ断れないような知識よ。彼はずっと意識を失ったままなの。だから、羽毛を一枚隠すように彼のことを隠しておいたわ。あなたが彼のことを不安視するのはわかるけれど、かつて神になった彼の体には、とても有用な特質がいくつか残ったの。心配しないで。彼が悪さをしないよう、私が見張っておくから。それから、彼の体には、いくつか謎があるわ。私の視点から見るとはっきりしているけれど、彼自身にはかえってわからないみたい。これから先のことは、彼の運次第ね。あそこに行くのね。正義の国、フォンテーヌへ。私が知っている限りでは、あの国の運営は、正義に関する審判のシステムの上に成り立っているわ。そいつらの神が民を審判するのか？いいえ、フォンテーヌには最高審判官が一人いるの。一般的には、神であるフォカロルスが、直々に審判に参加することはないわ。でも、すべての審判において、フォカロルスが欠席することはほぼ皆無。彼女はただ、あの雰囲気に酔いしれているだけのようね。そして神である彼女も、最終判決に影響を与える権利を残しているわ。とにかく、非常に個性的な神よ。本当に？まだ一つ聞いていないことがあるんじゃないかしら。え？それって、あなたの妹さんについてよ。あなたが休養していたここ数日、世界樹の中からあなたの妹さんについての情報を探してみたの。そうだな。世界樹にあるのは、テイワット大陸にあるすべての情報と記憶だろ？こいつとこいつの妹さんは例外なんじゃないか？あなたについてはその通りよ。確かに、世界樹にはあなたについての情報が全くなかったわ。でも、あなたの探しているあの血縁者は、あなたとは違うみたいなの。この世界は確かに、彼女についての情報を記録しているわ。なんだって？言い換えると、彼女はこの世界の人間なのかもしれないわね。それはおかしいぞ。お前ら二人とも、テイワット大陸に来たのは初めてだろ？私の触れられる記録の中では、あなたの血縁者は突如としてカーン・ルイアに現れたの。カーン・ルイアの災いの後、彼女は、
テイワット各国を巡る旅に出た。でも、彼女の旅が終わりに近づいた時、世界中にある彼女についての記録がいきなりぼやけたの。ぼやけた？何かに遭遇したのかな？確かなのは、誰かが何らかの理由で、意図的に彼女の運命を隠しているということよ。そして、それができる者は、並外れた力を持っているに違いない。でも、この情報からじゃ、なんでこいつの血縁者が、この世界の人なのかを説明できないな。一つ特筆すべき点があるわ。私の知る限り、ファディの情報システムにおいても、彼らはあなたの血縁者を、降臨者の範疇には含めていないということよ。降臨者って、なんだ？そんな概念、初めて聞いたぞ。私が神の心で、ファデューと一体何の情報を交換したか、あなたも気になるはずよね。その中の非常に重要な一部こそ、この世界の降臨者。この世界に属さない、外来的存在のことよ。旅人。あなたはテイワットの第四降臨者なの。え？それってつまり、ファリュイの情報によれば、こいつの血縁者を除いて、これまでに三人の降臨者が他にもいたってことか？ええ。私が推測する限り、第一降臨者は今の天理だと思うわ。そして、他の降臨者の存在については、まだ時間をかけて交渉する必要がある。なんか、とんでもない情報をいっぱい聞いた気がするぞ。でも、これら情報を教えても、あなたたちの抱えるすべての疑問を解くことはできないのでしょう。知恵の神として、恥ずかしい限りね。私も数々の疑問が心に残っていて、時間をかけて整理する必要があるわ。ええ。もう少ししたら、あなたも出発して、スメールを離れるのよね。私は、あなたを待ち構えている運命にとても興味があるわ。観測されることができず、この世界に記録されることもない旅。お前に出会えてよかったぜ、ナヒーダ。私こそ、あなたたちが来てくれたことに心から感謝しないと。さて、とりあえずお話はここまでにしましょう。今後また私に会いたくなったら、その時は、あなたたちの夢に現れるかもしれないわね。